はい、というわけで始まりました。コンクリートに24年間心血を注ぎ続けていた来た男、オワコンの宮本さんです。というわけで本日はですね、こちら、結果ドマコンを選ぶことになったとしてもこれだけは覚えといてをお題にお話ししたいと思います。生コンビニ、当社生コンポータル、そして生コンビニではオワコン、コシコン、そして今をときめくドットコンなど、透水性コンクリートでおなじみのイメージがもしかしたら付きまとうかもしれませんが、実は当社は生コン工場に端を発した企業ですので、ドマコンたくさん売ってます。ドマコンクリートを別に否定するわけではなくて、透水性コンクリートを売りたいとかそういうことでもなくて、結局ですね、お庭にですね、一生に一度の買い物をコンクリートでするというお客さんが後で後悔しないように、そんなコンクリートでいいことを体験してもらうために宮本さんたち生コンビニ、生コンポータルをやってます。というわけでですね、はい、オワコン、オコシコン、ドットコンでなかったとしてもこれだけ覚えといてねっていうドマコンのお話についてお話を進めていきたいと思います。はい、ドマコンなんですが、ご存知でしたでしょうか。今や全国各地でカーボンニュートラルタイプのドマコンをご用命いただけるようになってます。しかもですね、こちらポリプロピレン繊維と呼ばれる、ワイヤーメッシュよりもひび割れの抑制効果が高い、これエビデンスもあります。高いのにお値段は安い、あるいは同等の金額でお買い求めいただけるのに、なおかつカーボンニュートラルというのが特徴になっています。カーボンニュートラル、どういう点がカーボンニュートラルかについてちょっとご説明をしていきますと、まずですね、ワイヤーメッシュ、こちらご覧いただければお分かりの通り鉄ですね。はい、鉄、コンクリートもそうなんですけども、鉄も製造する過程で主要な CO2 排出源ということで、この SDGs の時代、なんとかせいやと、脱炭素の時代なんとかせいやと言われがちなマテリアルなんですが、それをこちら先ほどお話ししましたポリプロピレン繊維に置き換えて、施工することで、なんと発生する CO2 の量が5分の1まで圧縮できるっていうことが一つの特徴になっています。セメントも実はですね、非常に特殊な、建築外交ではあまり馴染みのないセメント、高炉セメント、ビーシュっていうんですけど、非常にですね、 40% から 45% CO2 削減量を対セメントで減らしている、セメントを用いる BB って言ったりするんですけど、こうしたもので結合剤セメントを置き換えることで、そういった CO2 削減にも貢献しているということが挙げられます。さらにですね、このワイヤーメッシュを置き換えて、脱炭素、低炭素なポリプロピレン繊維をこの動画のように上から散布してタンピングすることで、表面のちょっと下の方にですね、鎖の構造ができるわけです。つまりひび割れ抑制効果はエビデンスこちら、通常のワイヤーメッシュは実はあんまりそのエビデンスが明確ではないんですね。一方で、ポリプロピレン繊維を、このように上から巻いて施工するとひび割れが明らかに減るという論文も出ているぐらいなので、ご安心いただけるということです。まあ、一生に一度のあのドマコンクリートになったりするわけです。一生に一度の駐車場の整備、その時にですね、まあ、あのひび割れが出やすいワイヤーメッシュのドマコンにするのか、あるいはですね、ポリプロピレン繊維も新たな脱炭素に非常に意識の高い、しかも高炉セメント、ビーシュといったものを使うと、これもひび割れ低減効果があるというふうに言われてますので、こうした製品を配合指定する、まあ、要はカーボンニュートラルコンクリート、低炭素コンクリートを、があるっていうことだけ、結果ドマコンで、駐車場を整備するってことになったとしても覚えておいてほしいということで、今日はそんなご説明でした。まあ、お買い求めですね、冒頭にも申し上げたように、実はじゃじゃん、生コンビニで全国配送させてもらってます。しかもですね、カーボンニュートラルコンクリート、まあすごいようですけども、通常のドマコンに比べてお値段は同等、あるいは少し安いくらいでお買い求めいただけますので、ぜひぜひ安心してご相談いただければ幸いに存じます。それではまた次回、オワコンの直営施工がなんと月額でローン会社と組むことによって、ローンでお買い求めいただけることになります。なんとですね、60平米とか20平米とか40平米っていう、それなりの敷地を房総配線するのに、月額1000円とか2000円とか、まあ言っても数千円、万を超えることはなかなかないっていうような価格帯でお買い求めいただけるっていうのは、まあまあなことではないでしょうか。というわけで、オワコンの宮本さんでした。また次回。